Everyday moments are the important moments that connect us. キウナゴヤ。皆さんこんばんは。午後10時になりました。名古屋にあるダンサースタジオからキウナゴヤお送りいたします。今日はね、節目のね、30回目でございます。それとね、まあ、全国的にね、いろいろね、自粛がね、呼びかけられておりますけどもね、王子のね、リトルプリンスはね、自粛しませんよ。はい、お隣。はい、先日は、リモート飲み会というのを初体験しました。結構面白いです。味噌煮込みスキーと。はい、同じくリモート飲み会に、参加しましたけど、この番組もリモート番組でございます。ダンサーズでございます。はい。今週のテーマは、靴シューズです。メールアドレスは、kiyu@kiyu.nagoya です。kiyu@kiyu.nagoya です。この番組はツイキャスライブでも配信しています。ツイキャスのサイトから FM ギノワンで検索してください。また、インターネットラジオ配信サイト、リスンラジオ、リスラジからも放送しています。地域選択から九州、沖縄を選択し、FM ギノワンを選択してください。そして、今週はゲストコーナーがあります。本日の電話ゲストは、888代表取締役、川口正明さんになります。22時12分頃からとなります。この番組は、高級木材のご用命は、名古屋中川名木、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇、首里、中村製菓、フォークリフト整備、塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋888ザ・カバーズ絶賛発売中。大城バネサの R サプライ陸上海上輸送一貫サポート、東海共和個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたします。何ですかこれは。何ですかこのまま。あのね、大体この入りはね、みそちゃんなんだけどね。うん、あれ本当？そうですよ。もうね、ずっとね、待ち構えておりましたからね。ごめんごめん、今、マスク前に視線を送ってたわ。あのね、目悪くて見えないんだよね。おだまり。ですね、はい、先週のですね、野菜のテーマでね、もらってるものがまだありましたので、はい、読みたいと思います。お願いします。はい、たい名古屋チームの皆さん、こんばんは。テルミゲームのしずきで肩こりがひどいアレックスです。はい、あら、肩こりがひどいんですね。王子がもみもみしたいわ。はい、うち野菜作ってるから好きですよ。あのね、ちょっと遅いな。違う、ちょっと遠いよこれ。どうしてこっちに取り上げちゃったの？あの、ごめんなさいね。今はナーベラ、シマラッキョ、パパイヤなどがあります。最近、規格外の島らっきょう、氷砂糖を使った甘漬けにしています。初日は辛くて1週間漬けていました。そしたらまあ、美味しい。白いご飯が止まらない。あと、知ってました？妊婦さんが青パパイヤを食べると、ママミルクが出やすくなるんです。ママミルク、母乳ですね。それはあえて言わなくてもいいですよ。なんかそこに食いついたよね、今。そうだよね。しりじりにすると、美味しいですよね。ありがとうございます。
まあね、アレックさんはね、この野菜に関してはね、プロフェッショナルでございますので、ね、よくいろんなことをね、ご存知だと思いますんでね、また王子にもいろいろ教えてほしいなと思います。よくわからない。よくわからない。はい、もう一つありますよね。もう一つありますね。はい、ありがとうございます。はい。銭形警部からですね。ありがとうございます。私の中で一番好きな野菜は、なんといってもゴーヤが大好きですね。昔のゴーヤはとても苦さが強かったのですが、その頃からゴーヤーチャンプルーなどのゴーヤー料理は、好き好んで食べていますね。今では、品種改良され、苦さは柔らかく、夏野菜のゴーヤーは 年中食べることができ、昼夜ダブルワークをやっている私にとっては欠かすことのできないソウルフードですね。ああ、これゴーヤが大好きってことですね。そうするとね、王子もね結構好きですよ。あの苦いのをちょっとこうつまみながらちょっと飲むみたいなね。うん。うん、もうそうですよね。いろいろあの、うん、ゴーヤ使った料理美味しいのたくさんありますもんね。美味しいですよね。はい。じゃあ、今日、今週のテーマの靴でいきますね。はい。はい。名越マナーさんからです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。最近は好きなメーカーのシューズにはこだわっていませんが、若い時にはコンバースとかリーボックが好きでしたね。今はスニーカーはアディダスが好きかもです。革靴ってそんなに持っていないですが、季節の変わり目などにとりあえず汚れ落としをしています。靴とバッグ、バッチリとハマるものを見つけると嬉しいですよね。靴よりもバッグのお手入れに失敗が多い名越マナーです。笑い。それでは最後まで頑張ってくださいね。ということでありがとうございます。ね、沖縄湿気が多いので、なんか革靴とか革のものの、革製品の手入れが結構大変らしいですよ。ね、カビがすぐ生えたりとかして。そうですね。って言ってましたね。はい。ね、はい、続いてですね、はい。ありがとうございます。泉さんの特急サザンさんからですね。ありがとうございます。ありがとうございます。僕はシューズ、かっこスニーカーを5足持っています。それも同じメーカー、ナイキのスニーカーです。一番高いもので1万8000円。一番安いもので9000円です。アウトレット価格なので、普通に購入するものと違う、少し高くなります。家の近くにアウトレットモールがあるので、見に行き自分の好きな色、デザインがあれば、財布の中身と相談。買えるのであれば即購入します。また、増えるかなと思います。ああ、で、これもですね、まあ、ナイキのシューズが好きってことですね、サナさんはね。うん、たまには違う、デザインを見ることはあるんですかね。なんかでも、やっぱりナイキとか高いんですね、シューズ。そうですよね。トレーニングがつくものもありますもんね。すごい。まあね、足にフィットして、また、いろんな、ね、有名な方がね、履いてるってこともありますんでね、なかなかいいでございますね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらは、読谷村のフルムーンイカリーさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。今夜のテーマ、靴。私はアディダスのスーパースター2。全部黒色に白の3本線のタイプを今ストックに入れて3本持っています。なんか結構やっぱり皆さん好きなやつを同じね、なんかも。仕事以外の普段履きでは必ずこの靴です。90年代前半頃からずっとこの靴を履き続けています。大好きなんです。定番の形ではあるのですが、この全部黒色に3本線のタイプはある時期販売してなかったのです。ですから、いろんなシューズショップを回るたびに、このシューズのあるなしを値段チェックが欠かせません。ストックあるけれども、常にストックは3本にしておきたいので、現在も物色中なのです。もし、すごい探してるんですよ、ね。もし7000円台になってたら即買いです。でも極端に値段が落ちないタイプなんですね。では番組最後まで頑張ってください。ありがとうございます。すごい、やっぱりみんなそうやって同じのを3本とかストックしておくんですね。まあ、こだわりはありますよね。ね、なかなか本当にね、値が下がらないものもありますんで。うん。うん、で、またね、すぐに、なくなっちゃう場合がありますよね。うん、そうするとね、新しくまた出てこればいいんですけど、ない場合だとね、もうその時買わないと。うん。で、残念ってことになりますのでね。あ、泉さんの特急サザンさん、ツイキャスでもナイキは軽いから、
が好きですって言って。ああ。ね。そうですね。マーモントさんは、私が今持っているビジネスシューズは、小柳ルミ子が CM をやってた、オタフクの磁気付きシューズです。スーツを着る機会があまりないので、履く機会もあまりないのですが、って。磁気付きってあれですか、ね、ピップエレキ版みたいなやつですかね。まあ、なんだろう、私全然わかんないんですけど。ね、はい、うん。健康的にっていうことですかね。シュプリームさん、ナイキ一筋30年、一時期は30から40足を持っていましたが、足が2本しかないので、だいぶ処分しましたって。確かに、ね。まあそうですね。ね。あとですね、ミー君さん、岐阜から聞きます。ありがとうございます。この前、はい、FM 小沢で、ラジオ、聞きましたので、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。おがちからもちさん、いつ寒くなってもいいように暖房つけてますって。まだ寒くないでしょ。いや、でも、このスタジオが寒いよね、今。そうだよね、風通しいからね。ね、ちょっとね、3密を避けるためにね。そうですね。ちょっと窓が開いてて寒いんですよ、今。はい。はい。はい。続いてですね、はい。ゼニガタ警部からですね、テーマが靴の方で来ましたね。はい、私が最近靴を購入したのは、那覇マラソン出場のために運動靴を購入したことですね。普段から靴はあまり履かないので、サンダルしか履かないのですが、近いうちに革靴を購入したいですね。長い間履いてないです。あら。あら。王子もね、真冬でもね、絶対履きますからね。そう、見たことあるけどね、なんか変な感じよ。足寒くないって思っちゃう。いや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 、もうあれがまた、ファッショナブルでいいじゃないですか。そうなので。はい。ということで、はいはい、CM の後は、電話ゲストコーナーです。はい。キユナ名古屋。建設内装材のことなら名古屋の中川名木奈良、桜、花林など各種無垢フローリング激安販売中。和室設計のサポートもいたします。電話番号名古屋 052-625-1122。 名古屋市厚田区にあるトリプルエイトではフォークリフトの整備、塗装ができる社員を募集中。社員料完備、引っ越し費用を最大5万円まで負担いたします。興味のある皆さん、今すぐ052-653-0071、052-653-0071までお電話を。中村製菓は那覇首里に創業して64年、月桃や泡盛など激戦素材で作り上げた首里饅頭とくんぴん、こだわりの琉球菓子をご賞味ください。ユーレール首里駅から徒歩3分、電話 098-884-5901。 中村製菓。大城バネサです。私の最新アルバム大城バネサザカバーズには、美空ひばりさんの一本の鉛筆から上村かなさんのトイレの神様まで全部で10曲入ってます。とっても素敵なアルバムになってますよ。ぜひ皆さん聴いてくださいね。私ども東海共和株式会社は陸上海上輸送を一貫サポート。名古屋沖縄間の物流をはじめ日本全国をカバー、さらに海外への輸送も行っています。お客様の大切な貨物を運びます。東海共和株式会社 052-389-7817。 キユナ名古屋。はい、名古屋は栄養コーナーではなくてですね、はい、はい、今日はゲストでございます。はい、はい、トリプルエイト代表取締役社長であります川口正明さんでございます。こんばんは。あ、こんばんは。どうもいつもお世話になっております。お待ってます。どうもです。お待ちしました。名古屋のダンサーでございます。大変お待たせいたしました。こちらこそ。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。いや、ほんと大変な時期に本当に申し訳ございません。いえいえ、もう俺はお互い様なんで、なんと一緒に頑張って、乗り切ってやっていきましょう。ああ、そうですよね。もう、どうですか？やはり、数は減ってる感じですか？
そうなんですよね。で、うち今、社員さんも募集してるんですけど、もう、その、面接もどうしようか、まあ、オンラインになっちゃうんですけど、いや、なかなかね、厳しいですよね。仕事もね、もちろん、あんまりね、はい、芳しくはないんで。でもあれですね、まあ、いろいろね、その就職活動をされてた方で、4月入社の方が、ね、まあ、会社都合で、キャンセルになってしまったっていうのが、問題になってますけども、ただ、それとは逆のお話ですので、まあ、いいのかなと思うんですけども、やはり、面接もオンラインを今、盛んにされてるんですか？そうですね。もう基本オンラインで、こちらもお願いしたいっていうことで、はい。やってますね。ああ、そうなんですね。そうそう。逆に言ったらもうオンラインの使い方がわからなかったら、応募もできないっていうことですよね。あ、で、今、はい。まあ、ズームとかね、あるんですけど、LINE だと大体若い人やってるんで、ああ、はい。LINE で顔見て、あ、顔見て話せるんで、はい、それで、履歴書は先に送ってもらって、はい、顔見て、時間だったら話しましょうっていうふうで、はい、やってるんですよ。ああ、そうなんですか。はい。じゃあもう LINE 電話で、LINE のテレビ電話でされていらっしゃるということですね。はい。いや、まあ私もですね、実はちょっと、まあ、今、このラジオ、まあ、まあ、ラジオであるんですけども、まあ、昼間にやってる仕事の方も、ちょっとすごく影響が出てるものですから、どんな感じかなと思って、ちょっと最初お聞きさせていただきました。で、そうですよね。何度かうちもいろいろと、まあ、今までと同じことやってたら同じなんで、いろいろと、まあね、そんなの大きなことはもちろんできないんですけど、ちっちゃくちっちゃくですけど、何とかいろいろとやってて頑張りますんで、はい。やってます。ありがとうございます。そしてですね、まあ、今隣にですね、はい、この、同じようにですね、この、コロナ関係で影響を受けているものがいます。そうです。あ、ご無沙汰しております。味噌煮込みスキーです。ああ、どうもです。ご無沙汰しております。なかなかですね、直接お会いすることがね、このご時世できないものですから、ずいぶんもうね、ご無沙汰しておりますけれども。ね、はい、沖縄に求人活動されてたこともありますけどね、今はもうね、そういうことも移動もままならないですからね。もう来てほしいんだけど、沖縄からも。いや、沖縄から来るのも大変だろうっていう。あ、もう、そうですね。ね、今、もう、やはり、周り、あと、ラジオ、いろいろ聞いてますけれども、もう、県外へ出るのも、ダメですし、その、ね、もう、どうしてもっていう用事以外は、やっぱりね、っていう状況ですよね。ですよね。なので、まあ、沖縄も一緒なのかもしれないですけど、まあ、僕の同級生も、何、泥棒に入られそうになったとか。ああ。ほんとお前ら気をつけろよっていうふうな話もちょっと同級生で回ってきたりして。ああ、そうですか。そうなんですよ。やっぱりね、こういうふうだから、ね、悪いことね、やっちゃう人も増えてきたのか。ね、みたいなところも。そうですね、うん。マスクも盗まれる時代ですからね。そうですよね。ねえ、車に置いてあったマスクが盗まれたりとか、あとはね、やはり、結構ツイッターなんかでも見てますとね、洗濯で干してあるマスクも盗まれるような時代ですからね、ほんと大変ですよね。ねえ。まあ、すいませんね、こんな大変な中をゲスト出演していただきまして、恐縮でございますけれども。いやいや、もう ね、やっぱりラジオね、明るい、ラジオなんで、なんかね、明るい話題がね、あるはまたそれもいいかなと。ありがとうございます。ね、先ほど言われてた面接もね、はい、まあ、オンライン面接じゃないですけれどもね、ちょっと新しい形の面接の方法がね、なんかこんなご時世ですから、またそういう方法もありなんだなっていうところをちょっと感じましたけれども。ねえ。そうですね。もう、だからお客さんもそうですよね。もう、なんか、まあ、来てくれるなっていう人もね、もちろんおるかもしれないんですけど、下からもね、ちょっと遠慮しとかないと、いけないかなっていうのもあるし。ああ、そうですね。それもありますね。お互いね、やはりソーシャルディスタンスでしょうね。ほんと。もう一人、横でちょっと話したそうな人がいますので、よろしくお願いします。どうも、社長、お久しぶりでございます。マスクマンです。ああ、どうも、マスクマンさん、どうも、ご無沙汰しております。ご無沙汰しております。もう、あれですよね。はい。
みんな元気そうですね。いや、元気ですよ。ね、今日も3人ね、マスクをつけてね、スリーマスクマンでやってますけどもね。大丈夫、そのマスク盗まれてないですよね。これはね、なかなかね。使用済みは大丈夫。使用済みはね、ちょっとね、ちょっと匂いがきつくて多分誰も持ってかないだろうね。ふざけるなー。でも社長あれじゃないですか、ゴールデンウィークね、本当は長期休暇でですね、沖縄に行ってスキューバとかね、ゴルフがしたかったんじゃないですか。いや、したかったし、本当はうちの社員さんとみんなで沖縄に行こうっていうのがこの春にあったんですよ、はいはい、あ、でももう絶対にこれダメだっていうところで、で懇親会もできないんですよね結局、うん、はいはいはい、だってよく言うね、オンラインなんか飲み会っていうのあるから、はい、やろうかと思ったりもするけど、あんまりやって、みんなでやってないのに、やってないっていうのは、そのオンラインで顔も合ってないのに、うん、いきなり飲み会だって言っても、ちょっと、何喋っていいのみたいな。まあ、画面を通してるとちょっと味気ないですもんね。そう、まあでもやらなあかんのかな、まあでもね、できんできんわって言ったら何もできんから、うん、ちょっと頑張ってやろうと思って。まあ、実は私、あれ、実はオンライン飲み会を、おとといしたんですけども。それはね、ラジオの。ラジオリスナーさんとして、うん、はい、その中でもお会いしたことのない方も参加されてて、うん。面白かったですよ。そうなんですか。はい。ああ、そうなんだ。あ、その情報いいですね。行ってみよう、みんなに。何人だったのかな、あれは。最高で。最高で10、いやいや、もっといました。12ぐらい ?12?13 ぐらいかな。12か13ぐらいだったかなと思いますけども。その、12か13でオンラインでやっても、はい。どうなんですか。はい。やれちゃうもんなんですか。多いかなとか思うんだけど、全然やれちゃうんですか。やれ、全然問題ないですよ。これ、LINE なんですけども。あ、LINE で、じゃあさっき僕が言ってたような顔を見ながら。そうそうそう。面接の方法と一緒ですよね、全く。それのグループツアー。あ、そうなんだ。はい。みんなのその画面が出てるんですか。出てます、出てますよ。携帯というか、携帯でやったんですよ。スマホでやったんですよ。あ、自分はパソコンでやったんですよ。ああ、なるほど。分割画面でなってましたので、全然問題なく やれてました。もう音も綺麗に入ってましたので。あ、それはいいな。はい。まあ、簡単にできる方法がありますので、ということなんですけども、最後にですね、はい、改めて、はい、トリプルエイトさんの簡単なご紹介をお願いしてもよろしいですか。あ、はい、トリプルエイトは、名古屋の会社です。で、今自動車のメンテナンスの、仕事だったり、あとフォークリフトの事業をやってます。で、今特に先ほど話した、自動車じゃなくてフォークリフトの整備を、整備士の方を募集してますので、はい、よかったら応募してもらえると助かります。はい。はい、まだまだ募集中ということでね、はい、フォークリフトの整備ができる方募集中ということで、はい。はい。オンラインで面接もできますので、はい、ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。社長、はい、お願いします。社長、はい。今度ね、社長のね、つてでね、オンラインコンパやりましょう。おだまり、おだまり、おだまり、おだまり。ということで、はい、はい、ありがとうございます。今日は、トリプルエイト代表取締役社長、川口正明さんでございました。本日どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、メールに戻りますね。そうですね、はい、卵屋さんからです。
ありがとうございます。ございます。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。します。好きな靴はスニーカーや運動靴。素足は嫌いで、夏でも靴下を履きたい人なので、運動靴かスニーカーかな。今一番のお気に入りは、神戸の三宮のドラゴンベアードのスニーカー。私のは赤に桜の和柄生地で、ソールには桜吹雪。旦那のは鷹をイメージした革靴タイプ。私のは6800円税別で、旦那のは11000円税別です。履きやすいし、スニーカーとしての芸術性が高いです。近頃は神戸だけじゃなくて、名古屋の大須にもありますよ、ということで、お店の写真と、ちょっとちっちゃくてごめんなさい。そして靴がね、かわいいんですよ。こんな感じで。かわいい靴で。旦那さんの周りも結構凝ってる靴なんです。はい。ね、三宮結構履物の街ということでね。はい、多いですよ ね。はい。ということで、あと、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、もう一ついきますね。はい、たい、ぴょんぴょんです。ありがとうございます。今日のテーマ、靴、シューズ。私は物持ちがいいのか、30年前の服や靴、シューズが未だに、シューズを未だに使っています。その一足を添付します。ということで、30年前の服やシューズを未だに、すごい丁寧にね、履いてるってことですよね。はい。ではお願いします。はい、続いてですね、アレックスさんからですね。ありがとうございます。名古屋チームの皆さんこんばんは、最近のブームは、ミニトマトにチェーダーチーズ。ん？これ、靴だよ？あ、野菜かと思っちゃったよ。小学生の時はアシックス、中学生はナイキ、高校の時はバーンズとコンバース、そして最近はニューバランス。でも好きなデザインがあれば何でもいいんですけどね。あのね、王子ね、びっくりしちゃったよ。野菜がテーマで来ちゃったかなと思ったもん。私も最初あれって思ったら、ちゃんと靴でしたね。ちゃんと靴でしたね。あの、あれ？最近は言ってもらいたいフレーズがありませんね。どしどし送ってください。王子読んじゃいますから。おだまり。はい。では、以上ですか？メール。あ、じゃあ、すいません。また読めなかったメールはまた来週紹介したいと思います。はい。はい。では、エンディングです。来週のテーマは大人になってよかったこと、損をしてしまったことなどを教えてください。この番組は陸上海上輸送一貫サポート東海協和、ザ・カバーズ絶賛発売中、大城バネサの R サプライ、フォークリート整備塗装ができる方を絶賛募集中です。名古屋トリプルエイト、名誉総裁賞受賞の首里饅頭、那覇首里中村製菓、高級木材のご用名は名古屋中川名木、個人スポンサーさんです。真っ赤なメルセデスさん、こちらの提供でお送りいたしました。今週もありがとうございました。ありがとうございました。おっぱいは才能、くびれは努力さんが、好きなメーカーはティンバーランドですっていうことです。あとミックさんは、好きな人たちが周りに多かったので、スニーカーはなんとなくナイキを選びますということでした。今週もありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ダンサーズの好きな靴はリーガル。ああ、そうですね。ね、はい、リーガルばっかり買ってます。王子はセッタ。ああ、私なんだろう。ブランドあんまりこだわってないけど、ちょっと横幅の、はい、ああ、また来週。はい、ガラガラ。ガラガラ。はい、今週もお聞きいただきましてありがとうございました。ありがとうございます、ね、こんな、ね、ご時世ですけれども、みんなね、どう過ごしてるんでしょうか。あのね、なかなか外に出ることができないと思うと、ちょっと苦痛になるときありますね。一日ね、家にいるとかね。まあ、この、王子のね、今日も滑りのないね、放送聞いていただいて、ちょっと退屈だったかな。はい、ということ で、はい、また来週。はい、じゃあ、来週。ありがとうございました。さよなら。